タントラで八百屋選手権。言ってくれた。ああ、言っちゃった。やべ。じゃあ優勝は孝太郎です。ありがとうございます。大健闘のほぼ1位の2位が平岩さんです。いや、まあまあまあビリじゃないからね。うん、まあ E スコアは一番高かった。ビリ誰だっけ？ビリはね、信号機の。青の色の T シャツを着てるこの君、あれ視聴者の人言われてるぞ。違うよね。違う。青 T の君、緑美で美容はもうダメなの。リリはシラックス。あざっす。じゃあ罰ゲームお願いします。罰ゲームお願いします。ありがとうございました。やります。わかりました。お願いします。はい、行きます。あ、シャトルランと同じ気持ちだよ。よーい。え？ただの罰ゲームだ。ピキッタじゃないよ。本当に痛くて。マジで痛くてそう、なんかそう取れてなかったし本当に痛い。マジで俺それで逃げ出したくなった途中ただベーンってなってたんだよ腰折ってたもん俺ね。腰大丈夫だなってそのちっちゃい子だった時に思ったんだけど違った。違いました。